寒いです。寒いです。寒いなのに何ですか、あと一人。さっきピクニックしてきました。スカートで。How? Why? Why do Japanese girls wear super short skirts in winter when I'm freezing with a thick down jacket? Girls are fine wearing that. We're gonna go hit the streets of Tokyo, find out. So let's go and ask Japanese girls. せーの、今日寒くないんですか？寒くないです。寒くないです。さっきピクニックしてきました。どこで？代々木公園で。スカートで？スカートで。スカートで。寒くなかったんですか？高かったよね。意外と高かったです。嘘でしょ？嘘嘘。じゃあ、なんで寒い時でもスカート履きますか？なんか自分の着たい服？なんか気温とか関係なく、自分がその日に着たい服を着てるから、寒さよりもおしゃれ、自己満。確かに自己満で。自己満おしゃれ。もう結構暖かく、なんか暖かく着る工夫とかありますか、冬で？もう我慢だよね。我慢。我慢。あと北海道とか。ヒートテック着たりとか、ね。なんか家出るときに親に言われないですか？寒そうでーなんか来てよーみたいな。言われます。よくおばあちゃんとかに。カイロ持ってって、寒そうだからって言われますよく。でも？でも、一応持ってくけど使わないです。ヒートテックも着ない、なんかかさばるから、着膨れしちゃうから、あんま着ないです。どうですか？ヒートテック着てます。北海道もつけてます。もう寒いのダメ。寒さ対策ここしっかりしてる。でもタイツもつけてないじゃないですか。ね、はい。私もタイツの下にはまだモコモコなんですよ、これ。ああ気持ち気持ち。気持ちでなんとかなります。ね、じゃあもう本当に頑張りたい時には頑張るって感じ。そうです。着たい時に着てます。スカートどの頻度着てますか？いつもミニスカートです。でも今日は座って写真いっぱい撮るかなと思って、ピクニックしたから見えないように長いスカート。普通はミニの方がいいんですか？いつもそうです。ちょっと逆、スイッチしたんじゃないですか？ズボンとミニ。合わせましたか？原宿、もう、電話してピクニックしようみたいな感じ。うん。前々からしたかったけど、ね。なかなか。そう。日程も合わずで。なんで1月にピクニックですか？インスタで流行ってたから、若い子がみんな、なんかおしゃれピクニック、おしゃピクってのをやってて、私たちもやりたいね、みたいな感じでやったよね。おー、ちょっと後で写真見せてください、おしゃれピクニックの。はい。おー、こんな感じ。いいね。すごい、なんかカッティングボードとか、なんか、おしゃれなものもできてますね。IKEA でさっき買いました。すごいね。じゃあ、パンとかどこで買ったんですか？これ、スタバで全部買いました。あ、サンドイッチもスタバ。スタバで買いました。全部スタバで。すごい。これだけ IKEA で。あ、そう、IKEA のクッキー。あ、じゃあもう、なんていうか、やろうと思ったら全部買い揃って行ってきたんですね。その、準備していたんではなく。はい、その時に。さっき買って行きました。ナイスアイディア。すごいね。でも強い、寒さに強い。やるときはやるときはやる、しっかり。でもおしゃれピクニックは1月で流行るんですか？そういうわけじゃない。もうちょっと前から流行ったんですけど、みんな紅葉を見ながらやってたけど、ね、でもなかなか出遅れた。はい、今日は結構寒いと思いますか？そうですね。そうです。そうですねって言われたんだけど、なんで短いスカートとかスカートなんですか？やっぱり、短いのが好きなんで、あと2杯も好きなんで、まあちょっと寒くても我慢しちゃおうかな。強い、我慢できる。どうですか？ここなんか面白い、コートが長い、ウエストコートが長い、ショートズボン？なんか、こういうベストを着てます。でも二人とも寒いって言ったのに足出してますね。はい。スカートは週何回ぐらい着てますか？でもズボンほとんど持ってなくて、大体スカートです、私は。どれぐらい寒くなったらズボン履くんですか？あ、でもズボンよりもタイツ履く感じですね。寒くなってきたら。雪降ったら？雪は、
さすがにタイツかズボン2杯は足は出さないかもしれない。タイツかズボン、あ、タイツかってタイツにスカートみたいな。はい。なんか2人ともめっちゃ原宿スタイルで楽しいです。じゃあ寒い季節で暖かく着れるコツとかなんかありますか？やっぱりなんかこれ裏肝みたいな感じに2杯もなってて結構分厚くて意外と暖かいっていう裏肝が大切。なんかお腹と背中にカイロを貼ってます。あの一言葉で寒い季節スカートを着る理由は、やっぱ自分が好きなのを着たいってどんな季節でも。おー、いいね。今寒くないですか？寒いです。寒いです。寒いです。寒いなのになんでスカート一人？なんで、まあ、おしゃれおしゃれは我慢。おしゃれは我慢。こっちもおしゃれ。あ、これはなんかユニバーとかディズニーってカチューシャつけるじゃないですか、うんうん、それと一緒の感覚で売ってたから買ったみたいな。テーマパーク感覚。テーマパーク感覚で自分は恥ずかしいからつけない。じゃあ寒さに耐えても、え、これもう素走ですがです。でも寒いってですよね。まあ下は寒くないです。上が寒い。なんでですか？慣れたから。すごい。慣れました。やっぱり制服あったからこそ我慢できるようになったんですか？ですね。スカート履かない。最後にスカート聞いたのは高校生の時。その後には一回も着てないです。着てないです。見たことはない。ないないです。なんでですか？寒いから。あー、原宿楽しんだら暖かい。暖かいです。今街で会ったんですけど、一番最初思ったのはスカート短い、寒くないですか？寒いけど可愛いから。おー、ロングブーツを履きます。おー、自分は履いてない理由は寒いから。今日結構寒いですよね。まあでも今日暖かいかも。あ、お昼暖かかったから、うん、ちょっと油断して、うん、気合い入れてくれてたんですね。会った瞬間どう思いました？寒そうだなと思って。なんか冬でも私制服とかなかったんで、うん、冬でも着れるようになったのはやっぱ学校でずっと着てたからですか？でも高校生の時全然寒くなかった。なんでかわかんない、ね、全然寒くなかった、なんかそれ制服の力みたいなもんですか？いや、もう慣れてたんじゃない。そればっかり着てるから慣れてたのかもしれない。すごいね。でもなんかモコモコとかつけたりとか、でもたまにジャージ下に着たりとか見れるんじゃないですか？できなかったね。できなかった。私立だったんで。私立、うん。ルールあったんですか？めっちゃルールあったんで。そう、膝下5センチだった。くるぶしまでの靴下。みたいな。靴下まで決められてたんですか？全部、上から下まで全部。トレーナーとか着ちゃダメだったね。ダメだね。ダメ、やっぱ。着てたけど。コートまで全部指定だったんで。コートも？うん。バッグも。じゃあ私みたいな寒がりはモコモコタイツとかダメですか？ダメ。可愛いけど。服選ぶときになんでスカートにしましたか？久しぶりに会うからロングブーツ履きたい。あなたのためですよ。いつもじゃない。いつも。いいね、いいね。そういうことに、そういうことにして。自分は履かないですか、いつも？ズボン多いんじゃない？ズボン多いかも。うん、たまに短いの履くけど、寒い、今は寒いんで。じゃあ何の季節は短いの履くんですか？え、でも夏より冬の方が多いかも。逆に。なんで？夏は短いの履くとちょっと汗かいちゃうから、ちょっと汗ね、嫌だね。上短いから下長い。うん。バランス？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 うん。そう、って顔今なんですけど、すごい、そうなんだ。汗やだ、ここ汗かいてるの。椅子とかね、ついちゃうのやだから。じゃあ寒い季節で、私もちゃんと着れれるように、うん、なんかコツを教えてください。ここ、足とね、腰と、暖ければ、そんな、ここがやつでも、そんな寒くない。じゃあ、足を暖かくして、ここ暖かくして、うん、ここ暖かくして、もうそれで OK。オッケー。ディズニーも耐えられる。え、ほんとだよ。ほんと。ディズニーは？ディズニーこの前二人、あれだったね、半パンだったね。そう、短パンだった。うん、冬？でもカイロ。北海道。そうそう。腰に貼って。でも寒いとかも追わないですか？私我慢できない人なんで。いや、
腰あったかければ腰張れば本当にあったかい、うん、気合い気合い気合い結論は気合い気合い北海道 OK Let's be honest, during some of those shots, it was legit super freezing. I was so cold and the girls had their legs out, no tights, no protection, and I'm still amazed how they do it. Apparently, it's all about just your spirit of saying, no, I'm gonna do this. I'm gonna look cute for the sake of fashion. I admire that. I'm a wuss. I'm just a wuss. But this video here is not a wuss. Be sure to check that one out if you're curious about life in Japan and Japanese girls. Thanks for hanging out here at Ask Japanese. I'm Kathy Cat. Catch you soon.